皆さんこんにちは。今回もパワプロやっていきますよ。勝ち星も徐々に伸びてきているので、今年こそは CS に行きたいところです。それは夢見すぎか。対するバファローズの先発は北陸の精密機械ストー。以上の両先発、熱き戦いが幕を開けます。来たー。開幕戦、勝利で飾ることができました。延長戦で勝てたというのは、非常に大きいです。今まではうちのチーム、延長になると大体負けてましたからね。いけるやん。開幕2連勝、CS どころか優勝あるであるでー。これは優勝候補オリックスですわ。今年のドピックスは違う。ドピちゃん以外もドーピングしだしたんじゃないか。ネットが騒然としてそうですね。ガチで今年優勝あるかもしれんな。ドピックス急に強くなるんすねこの勝ちは大きい。大きすぎる。去年までならこの嫌な試合展開、相手に飲まれて負けていただろう。だが今年は違う。こういう試合で勝ち切れるというのは、本当にチームが強くなったと言っていいと思います。押し出しか？相手が変なことしたのか？なんで勝ったのかよくわからんな。見たまえ、トピックス、単独首位です。これで今シーズン終わっていいぞ。時々負けはしますが、見違えるように今年は強いですね。いつもなら4月中旬くらいでペナントから脱落して、勝てなくておもんねえわ、とかいう感じで日程表で飛ばしちゃうんですが、今年は、全然飛ばす気にならないですね。チームが勝てるのって、こんなにも楽しかったんですね。初めての感覚ですわ。あ、そうそう、ギーター出番設定にしています。劣化はしていますが、なんだかんだ言ってギータですからね。ある程度は、活躍してくれるんじゃないでしょうか。第2球。直球に送ってストライク。早くも追い込まれています。第3球を投げた。外角低め、外れてボール。第4球は、縦のスライダー、ボール。第5球、投げた。さすギータ。やっぱりギータは、ものが違いますね。ほんと強いわ。ドピちゃん、めちゃくちゃ打ってますね。これは決めてますわ。ドピちゃんが少しずつ劣化してきていますが、薬でごまかそうという感じでしょうか。以前よりも、ムキムキになったような気がするよ。こういう接戦をものにできるチームは強いってのを何かで見た気がするから、このチームは強いということですね。去年までは接戦で負けることが多かったですが、今年は明らかに接戦での勝率が高いと言っただけで、必ず勝ちとは言ってないからセーフ。危うく手のひらくるくるしそうになりましたが、今年は勝てているから、手のひら返しはしないでおきまたばれ。これはいつもの接戦に弱いドピックス。というのは冗談で、ペナントは長いから、こういう展開もありますわね。今年は、心が寛大です。ホームランじゃなくてもいい。こういうヒットでも、点が入ればええんや。それはいかん。ワンアウト一三塁でゲッツーは、一番やっちゃいかんわ。あっぷねー。負けるかと思って、すごいヒヤヒヤしたわ。今ので負けてたら、先般柳田とか言われてましたね。
お、本当にこのチーム、延長で負けにくくなりましたね。本当に今年のドピックスは、強い気がします。このチームが強いのか、他が弱くなったのかは、よくわかりませんけどね。とにかく今年はペナントできているのが、非常に楽しいです。9回裏ワンアウト満塁1点差、打席にはチャンスに強いリータ、これはサヨナラあるで。ゴルフで引っ掛けてるおっさんかお前は、ゴルフ男に改名するぞ。この試合、勝ちたかったですね。さっきはゴルフ男とかいう屈辱的な名前にするぞとか言いましたが、キータは実は、だいぶ戦力になっています。めちゃくちゃ打ってくれてますからね。本物のバッターは、劣化してきても、戦力になってくれるという感じです。本当に、なんでこんな急に勝てるようになったんでしょうか。野手陣もいい感じになってきて、投手陣も、めちゃくちゃいい感じとは言いませんが、例年よりは、抑えてくれているんだと思います。そして何より、柳田を拾えたのが大きいと思います。去年の秋山もなかなかの大物でしたが、代打で出ても、2割とかしか打ってませんでしたからね。4割近く打つ柳田が代打の切り札になることで、勝ち星を拾えてるんだと思います。今のところ、3位ですね。なんだかんだちょいちょい負けていますが、まだ勝率5割を超えているので、希望がありますね。例年は負けることに何の感情もなかったですが、今年は負けると悔しいですからね。これが本当のペナントなんすねー。広島とかいうただのかも。広島さん、セリーグのドピックス枠みたいな感じで、定位置に戻ってますからね。ここを取りこぼさないのが大事です。本当に、勝ったり負けたりですね。勝率5割を行ったり来たりです。接戦を勝ちきれなくなってきました。今までが調子良かっただけなのか、セリーグが強いだけなのかは知りませんが、シーズン開幕3立ての頃のような勢いは、なくなってきたような気がします。と言いつつ、なんだかんだで2位ですね。勝った負けたでイライラすることが多いですが、今まではそれすらもなかったので、そういう意味では、なんだかんだこのチームは強くなってるんでしょうね。ドキちゃんが失速しているのもありますが、設楽が、なかなかホームランを打ってくれています。打率はまだまだですが、将来の4番として、期待したいところです。それにしても、結構いい時期まで来ていますが、ドキちゃんのホームランが、なかなか伸びてこないです。NPB 目、私が知らんうちに、抜き打ち尿検査をしただろ。最近ドキちゃんの体が、みるみるしぼんでるような気がするんだよね。第2球インコース引っ張った、ファウルボール。投球はこれから3球目。勘弁してくれや。1点よりも私はみんなが無事に怪我なく終わってくれるのが一番なんだからさ。ひとまず怪我なく終わってくれてよかったですね。あ、そうそう、今年はマジで CS 圏内があると思うので柳田をスタメンで使っています。もともと守っていた生駒くん、守備は多少いいですが打率2割そこらでは、使い物にならないんですよね。それよりだったら、打率3割5分の柳田を使うという感じです。今年はマジでいいところまで行けそうなので、育成そっちのけで、勝ちに行こうと思います。本当に柳田、頼りになりますね。劣化もあるので、使えるのは今年1年だとは思いますが、本当に大活躍してくれています。柳田がいなければ、いつもの定位置だったかもしれないというくらい、貴重な掘り出し物だったと思います。
ッター追い込まれました。第3球三振。うん、この柳田が満塁で打っているところ見たことない気がします。ホークス、ここで引っ張りに警戒した守備位置で変更です。聞いたー、ワイは信じてたで。やっぱりお前は球界の至宝だから、日本を代表する選手だ。お前がこのチームを CS に導くにゃー。やっぱり柳田がナンバーワン。シーズンはもう7月ですが、打率3割6分のギータは素晴らしいですね。なんかギータを持ち上げまくってる回みたいですね。今みたいな展開で勝てるのは強いチームですわ。強いチームを支えているのはやっぱりこの男、ドキちゃんです。チームがお薬に寛容なこともあって、ドキちゃんは伸び伸びやれていると思います。なんか日ハムにはめっぽう相性が悪いです。相手は最下位とかなんですが、取りこぼしまくっています。このせいでいまいち上に行ききれていないんだと思います。1打席目はショートゴロだったのでカット。今回は満塁での打席ですね。こういうところでしっかりと結果を出す、それがギータなんだよな。俺の一振りで勝利に導く、そう言わんばかりのグランドスラムですね。ドキちゃんとギータ2大巨頭で、今年はマジで CSR で。なんとなくですが、中継ぎ陣が安定してないような気がしますね。打線の援護のおかげでいくらかは勝てていますが、後半戦への不安材料ですね。オールスターですが、横井が選ばれてますね。嬉しい。花岡も選ばれています。花田は1位で選ばれてます。花花コンビも認知されてきたようですね。外野手楽天だらけやんけと思ってましたが、成長株の設楽も選ばれてました。そして DH で、うちから2人選ばれてました。オールスターなんて、大体ドキちゃんしか選ばれないのに、今年はめちゃくちゃ選ばれましたね。お茶の間の人たちにも、今年のオリックスは違うと、認知されてきたのかもしれないですね。今年のドピックスなら、ポンタガン掘らなくて済みそうです。うちの譲り原が、今のところ最優秀防御率です。これはマー君になれる器ですわ。戸川くんは、このステータスでも一つ負け越してます。パッと見欠点がなさそうなんですが、一発持ちだからなのか、いまいちパッとしないですね。これは中継ぎエースですわ。名前とか、よく抑えられてますよね。変化球はいまいちですが、球速と打たれ強さで抑えてるんでしょうか。横井は、ステータスは優秀そうですが、防御率は今一つですね。ピンチがいいだからなんでしょうか。なんかうちのチーム、早熟が多いです。今のところは優秀に伸びてくれてますが、ドキちゃんが劣化しまくった頃までに優勝できなければ、他の選手も劣化しだして、また暗黒期になるかもしれないですね。それまでには、優勝あるいは日本一になりたいところです。お声の人的で取った金村ですが、いまいち活躍しませんでしたね。最初の方はなかなか良かったんですが、結局ピリッとしなくて、敗戦処理をさせるだけになってます。笹川とか、このステータスでどうしてこんなことになってるんでしょうね。やっぱり球速とか変化球とか、一芸があった方が抑えられるんでしょうか。打線については、そこまで言うことはないですね。みんなようやっとる。ということで残りの選手も見せつつ、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。今年はマジで CS が見えているので、ワクワクしますね。したらは、和製ドキちゃん候補です。今、
広角打法だったかプルヒッターだったかも、習得させようとしてます。柳田マジですげーわ。まだこれだけ打率を維持してますからね。生駒は、来年以降に育成しようと思います。今年はギータスタメンでいきます。